その態度は不謹慎でしょ。褒めるな褒めるな、実力実力。よし行くぞ、もう一丁。よく見てろ。やったすごい、すごいわ先輩。まったく何よさっきの態度。あんたがあだから一年生がだらけるのよ。ごめん、俺ってついのっちゃうたちなのかな。ほんと、キャプテンはキャプテンらしくしてもらわないと困りますからね。どうしたの？里美くん。何よ。ひょっとしてやきもちだったりして。誰が？ベーだ
今日はどうする？査定行く？いや、今日はちょっとね、田舎から許嫁が出てくるんだ。え？ちょっと！許嫁だなんて、私一言も聞いてなかったわ、そんなこと。あんたどういうつもりで私と付き合ってるのよ。だからガキの頃の話だってば。それにいとこだし。いとこ？いとこが許嫁？ああ。なんか変なの。俺のおばさんきつい女でさ、強引に決められちゃったんだよね。姉さん、今からそんなこと言われたって、まだ6つですよこの子は。そやから早い方がええんよ。あずさは滋賀の本家の一人娘や、いずれは婿を取らなならん。しかし何も譲るでなくても。お前の息子なら私も安心や。譲るをあずさの許嫁にする、ええな。滋賀家の当主は私や、逆らうことは許しまへん。姉さん。ええな、あずさ。あんたは大きゅうなったら、ゆずるちゃんのお嫁はんになるんやで。はい。お母様。とにかく強引に決められちゃったんだよね。で、この冬におばさんが急に亡くなってさ、彼女一人ぼっちだろ。それでうちの親父がとりあえず引き取ったってわけだけど、変な死に方したんだよな、おばさん。それで君は将来本家の入り婿に。よーくわかりました。わかりましょうか、私たち。わからん女だな。とにかく10年以上前の話。あずさだって今頃ボーイフレンドの一人や二人。どうだか、案外君のことだけ一途に思い込んでたりしてね。まさか。わかんないわよ。かもね。行こうか。うん。じゃあまた明日。え、さよなら。明日からキャプテンらしく真面目にやるよ。あ、あずささんという方によろしくね。あ、わかった。ただいま。ただいま。あずさんもう着いたの？お待ちかねよ。大きくなったろうな。あずさ。ゆずるちゃん。たまげたな。こんな美人に育っちゃって。5年ぶりだもんな、育つわけだ。ゆずるちゃんかて。モテるだろ、お前。もうボーイフレンド、うんといるんだろ。うち、同い年の男の子と話もしたことないんよ。何？嘘でしょ。だってゆずるちゃんがおるもん。なあゆずるちゃん、ゆずるちゃん、うちがお嫁さんになるの嫌やよ。嫌じゃないよ。俺あずさのこと好き。ほんまに？ほんまにうちのこと好き？うん。そしたら指切り、約束よ、絶対約束よ。うん。むごい話やな。いや、母一人娘一人やったさかいな。親けど、なんであんな死に方を。皆様には本当にいろいろとお世話になりました。
嬢様を一人にならはってこれからどないしはりますんや。私が東京に連れて行きます。そしたら本家はどんなになりますんかの。いずれこの屋敷も処分することになると思います。いいえおじ様、うちゆずるちゃんと結婚して滋賀の本家を継ぎます。お母様もそれを望んでました。おや、あずさん。ゆずるちゃんもうちと約束してくれてます。東京の学校、うち怖いわ。恋は危険、巡り合いはいつも激しくて、ときめく。違う。よ、よ、不敵なやっちゃな。どうしたんだよ、え？ああ、いとこだよ。田舎から今度転校してきて。かわいい。あれ、震えてるよ、彼女。傷つくな。なんなんだ、一体。おい、あずさ。野脇立ちてにわかに肌寒き夕暮れのほど、常よりもおぼしいずること多くて、湯芸の妙部というを使わす。夕づくよのおかしきほどに、いだし立てさせたまいて、やがて眺めおわします。太田、次を読んでみろ。太田、続きを読むんだよ。25ページ前から6行目だよ。顔用の折はお遊びなどせさせたまえしに、心異なる者の音をかき鳴らし、はかなく聞こえいずることの葉も、人よりは異なりし気配、形の面影につとそいって、おぼされるにも闇のうつつにはなおおとりけり。おい、おい、いいんですか、かわいい稲助をほっといて。気にするなというのに。気になんかしてないわよ。何あの態度、何がいとこよ。ベタベタしちゃって。気にしてるじゃないか。ついてこないでよ。クラブに出たいんですけど。もう、あずさはしつけが厳しくて男友達もいなかっただろう。だから今にさ、他の男も見るようになると思うんだけどな。でもそうなるとは思えないけど。それに問題はあんたよね。美人だもんね、彼女。だよな。俺も昨日会った時はさすがに。さすがに。あずさは美人だが、君は可愛いと言いたかったんだよ。最後まで聞きなさいよ、話を。どう展開すれば私が可愛いという結論に達するのよ。もう、とにかく関係ないってば。あずさはいとこ、それだけ。Thank you.
門のところで待ってる。ええ、誰？あずささん、ゆずるちゃんに近づかんといて。ゆずるちゃんはうちの言い名付けよ。邪魔せんといて。そんなこと、子供の頃のことでしょ。それに志賀君は今私と。ゆずるちゃんはうちのもんや。今のこと、ゆずるちゃんに黙っとき。ええな。遅いな。志賀くん、さとみ、どうしたんだよ。あずささんが。あずさ、なんだよ一体。なんでもない。
お嬢さん、あんなところ一人歩き危ねえよ。なかなか生かしてんじゃねえか。何にも怖がることはねえんだよ。え？うわあ！うちはゆずるちゃんのもんや。誰にも触れさせん。ゆずる、おかわりは？もういい。どうしたんだろう、さとみ。一言も口を聞かなかったけど。デザートは？後で。滋賀ですけど、里美さんは。あずさ。お前な。ゆずるちゃん、うちが嫌いなの。うちのとこがいけないの。うちはずっとゆずるちゃんのことだけ。泣くことないだろ。だってまったく、なんでお前は俺にこだわるの。ゆずるちゃん、うちのこと好きって言ったやないの。かあ、何年前の話ですか。それはだって、どうして子供の頃の約束じゃいけないの。あの女が悪いんだ。あの女がうちからゆずるちゃんを。それそれ、はい、えいえい、ほいしょ。今日はどうしたのよ、さとみ。元気ないじゃん。じゃあ先行ってるから来てね。うん。ガラスが一人でに。さとみ、大丈夫？さとみ、血が。早退するか。いや、一人になりたくない。部活が終わるまで待ってる。分かった、送っていくから。
はずさ。そんなバカな。第一どうやってガラスを。ありえない。ゆずるちゃんに黙っとき、黙っとき。言えないわ。それにきっと信じてもらえない。先輩、お先に。ああ。さよなら。お待たせ、里美。里美。今のはあずさなんだな、さとみ。知らない。私、何にも知らない。うちに帰りたい。わかった。帰ろう。親父が前に言ってた。本家のおばさんは、この頃親戚を遠ざけてるみたいだって。もしかするとあずさが何か。やめて、あの人の話しないで。どうもわざわざすみませんでした。いえ、それじゃあ僕は。比嘉君、気をつけて。さよなら、ジュン。静かにし。ジュン、どうしたの？ジュン、誰が？あの人がやったんだ。殺すなんて、殺すなんて。私も。
どこに行ってた？何をした言え、何をしたんだ言え。やめてユズルちゃん、何言ってるの。今まで何をしていたんだ。袖口についてる血は何なんだ。アズサ、知らん。うちは何もしてない、何もしてない。ひどいわユズルちゃん、ひどい。もしもし、さとみさんを。もしもし、もしもし。さとみ。四角くん、純が殺されたわ。私、もう学校に行けない。さとみ、教えてくれ。あずさは一体。あの人、帰ってるの。ああ。明日、授業が終わったらうちに来て。わかった。あの人に気づかれないように、必ずね。わかった。ハズさん、お母さん、この頃ようやっと分かってきたわ。あんたの周りにおるんは、あれはガキや。死肉を待ってるガキや。滋賀の家大事で今日まで我慢してきたけど、もうあかん。お母様。あずさ。お前に滋賀の家は継がせられん。やめて、お母様。本家は私の代でおしまいや。いや、いや、うちはゆずるちゃんのお嫁さんに。お前は鬼や。が悪いんや、お母様が。そうや、うちとゆずるちゃんの邪魔をするやつは、たとえお母様だって誰だって。あの女、
学校の時の写真か。浅見先生、里美はいつも俺の隣に座ってたっけ。ん、里美が消えてる。間違いなく俺の隣に写っていたはずなのに。あっ、里美が消えかかってる。あずさの部屋だ。うちのもんや、うちのもんや。さとみ、どうしたの。
うちはゆずるちゃんのもんやから。あれは一体。うちのこと嫌いにならんといてね。うちが悪いんやない、あいつらが悪いんよ。あいつらが。うちはゆずるちゃんのもんやから。うわあうわあI'm not afraid to die.
君の指に触れた銀箔糖が